探索ルートの情報。要救助者の位置を特定します。測定結果によると、要速やかに救助。ネームプレート調査。探索情報を更新しました。近くのホローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。よっし、ボンプにブータル、すまん。情報を更新しました。ホローレイダーが教えてくれた。うん、HDD に検出されてないエリアだね。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。このキャロットのデータを使って、新たな探索エリア、新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。全員無事に見つかったね。さあ離脱しよう。ドア、残念ながら指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。すべて